会ホットサンド北海道ご当地キャラサミット。岩内町からタラマルくんです。お願いします。これも子供泣きますよね。そうっすね、よく泣かれます。よく泣くわこれ、お化けだもん。これモチーフ何でしたっけ。スケソウダラになります。タラ、タラです、ね、タラ。はあ、スケソウダラ。タラっていうのはもう雑食ですからね、何でも食うんですよね、タラは。そうです、何でも食べますけど、はい、やっぱ若い女の子が一番大好きです。若い女の子好きなんだ。いやらしいですね。若いってことは三好さんでも大丈夫ですか。私どうですかね。オッケー。ちょっと迷いありましたね。ちょっと迷いになってるよ。オッケーねえ。で、アスパラも持ってる。はい、はい、これあのアスパラなんですけども、あの岩内町がアスパラの生産の発祥の地でございました。そうなんですか。なかなか知られてないんですけども、いろんなイベントタラマル呼ばれていくんですけども、うん、ほとんど皆さん知らないので。やっぱりじゃあもっと言わないと。おさすが。おっ違う。うまいこと言ったやつ、買えるシステム。違う。すげえ、なにこれ。これですね、あの岩内の前浜で上がったあのスケソウダラのタラコをですね、はい、加工してまして、でこのタラコの加工ってのも実は岩内が発祥で。はい、福岡が有名ですが。そうなんです。で北海道だと古城浜がタラコすごい有名なんですけど、はい、そこのタラコも岩内から伝わってるんです。すごいですね、岩内って、はい、そうなんです。実はなんで言わないんですか、それ。帰るな。なんで帰るの。タラコぜひ召し上がっていただきたいと思います。すいません、はい、綺麗ですな。こう切っていただいてありがとうございます。いただきます。これ味言わないといけないですか。言ってください。いやいや帰りませんか。でも全部言わない、全部言わないじゃないですか。なんで何も言わないんですか。お、うまい。すっげえうまいんだけど、これ以上言わない。ありがとうございます。なんかもう全部同じ意味で使ってます。美味しいですね。ありがとうございます。はい、じゃあ元祖ってことですね。です、元祖タラコでございます。はぁ、はい、元祖つけた方がいいですね。初めて知った、ね、元祖とか本家とかつけたらいいですね。そうですね、やっぱりこれからですね、うん、ちょっともっともっと有名にしていきたいので、うん、はい、どんどん PR していきたいと思ってますので、ね、どんどん言わないとね。はい、行ってきます私。はい、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。こういうの知れると嬉しい。いや、嬉しいですね。こういう、まあ、情報がやっぱありがたいですね。我々も北海道もっと知りたいんでね。